これがバンディカムの公式サイトさおうわかったこのダウンロードボタンを押せばいいんだね簡単だろうまずは実行してインストールしてみようオーケーわかったぜじゃあ今からこのガイダンスを見てインストールしていこうちょっとうルポちゃんこれソフト起動したけれど落ち着くんだろオリゴムたった3つ設定すればいいのさおうたったの3つかいじゃあ1つずつちょっと教えてくれよオーケーまずは1つ目 一般タブを見ていこう OK ーー一般タブだね了解したここでは保存先ディレクトリを確認しよう Oh マイドキュメントのバンディカムっていうフォルダになってるねそこに撮った動画が保存されるわけさ開くボタンを押せば撮った動画の確認もできるお h わかりやすいねで次は一体どうするんだい2つ目次はフレームレートの確認だおお、フレームレートってのは一体何なんだい動画の滑らかさを示す数字さ アニメは30ゲームは60がおすすめだよオッケーじゃあ今回はゲームを撮影するから60のまんまだねその通りここまでは問題ないねイエスもう満んだぜいよいよ最後の一つビデオの設定だおービデオの設定一体何なんだいそれは撮影するときの画質や音質を調整できるんだああでもそれってちょっと難しいんじゃないの大丈夫さローリコム プリセットボタンがついているおあ、プリセットってのは一体何なんだい用途に合わせて自動で設定してくれる便利機能さおあ、ボタンを押すだけで設定は終わりなのかいその通りおあー、もうファンタスティックそんなの信じられないさあローリコムあとはこのショートカットキーを押せば撮影スタートだまあ、まあ、まあ、待ってくれよまだ俺も心の準備ができていないよしょうがないな続きはキャプチャー編でやるとしよう おーありがとうぬりぽちゃん次もよろしく頼むぜ。